はいどうもー、りょうりょうりさん、ゆうじでーす。ということでですね、今日はですね、ちょっとテンション上がってますね、僕。なぜかというとですね、今まで使ったことない食材を目の前にしているからです。はい、今回はですね、ホテイウオ、あとなんか呼び名があったな、なんか呼び名あったんですけどね、ちょっとこの動画の最初に調べておきますね、これね。っていうものをですね、使って、ちょっと汁物を作っていきたいと思います。魚、大丈夫君。ちょっと顔色悪いけど、この子ですね。こいつです。はい。この人をね、ちょっとさばいていく。これね、僕、ちょっとね、こういう魚がいること自体に僕、ちょっと知らなかったんですね。はい。でまあ、一応今回ね、北海道復興支援動画ということでですね、ちょっとやっていきたいなと思ってるんですけども、こいつのね、こいつをちょっと使ってですね、美味しい汁物を作っていきたいと思いますので、ぜひ見てください。はい、ということでですね、サバ、見ていきまーす。はい、まずですね、お腹ですね。はい、じゃあお腹ね。で、この人に吸盤があるさ、ここにね、吸盤があります。はい。まずね、ここ、肛門ですね。肛門から、包丁入れまして。卵いらっしゃいますね。はい、今、オペをしております。はい。卵すごい卵す、あ、肝もあるすごい。これね、卵はね、だからこいつメスですね。卵はですね、これ、これ全部かき出して、で、別の容器に入れておきます。はい、これですね。おー、なんか結構粒々が、おっきい卵ですね、これね。すごい、魚は僕さばいたことあるんですけど、なかなかこの、ごっこは、お目にかかれるあれがないので、ちょっと、めちゃめちゃ興奮してます、今。で、ここが、肝かな？肝だね、これね。はい。引きちぎって。でね、この血合いもね、取っちゃうらしいんですよ、これ。試合はね、臭みの原因になっちゃうんだよね。はい。すーごい。ほらほらほら。ほらほら。ほらほら。へぇー。すご。すご。魚すご、これ。ほほほ。はい。じゃあ、これはちょっと、卵を別でやっております。はい。こんなんになりました。で、こいつはですね、一度茹でてから、さばく方がいいみたいなので、今ね、お湯沸かしたのでね。はい、じゃあですね、身の方をいきまーす。はい、これでですね、ぬめりをちょっと取っていきますね。はいはい。でですね、縮んだので、吸盤取ります、まず。これ吸盤ですね。はい。あとです。歯ですね。はい。歯のあたりも、取ります。ちょっとね、スプラッタでグロテスクなんでね、苦手な方はね、ここは飛ばしてくださいね。はい。そうしましたら、顔のあたり、切っていきます。はい。でですね、こいつを、二つにしておきますね。はい。でね、どっかにエラーがあるんですよね、これね。この赤いのがエラーです。エラーは取ってください。あと、今度はね、身の方ですね。身もなんか、こう、ちょっと、ね、骨がね、ちょっとグニグニしちゃってるんですけどね。骨を真ん中にしてですね、身の方を、切っていきます。骨はですね、柔らかいので、ぶつ切りにできます。
切れ身もぶつ切りにしていきます。すごい切ってるの面白いなこれ。いやこんなんですよ、こんな魚いるこれ。はい、ということで、まあ、こっちは食べる部分ですね。はい、ちょっと吸盤と口は食えるかどうかわかんない、勉強不足ですよね。ちょっと後で調べてみます。はい、でですね、身の方は一回湯通しします。タタタン。はい、通し終わりましたら、引き上げます。で、こいつらもう湯通しします。肝もいくか。全部いくか、はい、全部一度湯通します。そうするとね、卵はね、色がねすぐ変わってくるみたいなんで、これはい、じゃあですね、水、先ほど鍋、捨てまして 700cc を入れていきます。で、火にかけまして、まずですね、先ほど取り出した、身を入れていきます。はい、ちょっとね、長ネギも切っちゃいますね。長ネギは斜め切りしてあげてください。で、お豆腐も入れていきます。で、卵も入れちゃいます。多いかな、卵。ついてきましたらですね、白だし大さじ1入れます。大さじ1半ぐらいかな。白だしを入れました。あと醤油ですね、醤油で味付けていきます。はい、大さじ1、これも大さじ1と半分ぐらいで、ちょっと様子見てみます。こうやってグッと、なんかスキッとしたスープになりますねこれね。僕的に出汁ね、大さじ2でしたね。で、あと醤油もう少し入れます。醤油と出汁大さじ2ずつになりますかねこれね。あんまりお出汁の出る魚じゃないような感じがします、これ。少し塩で味を整えます。小さじ3分の1ぐらいこれで入りましたかね。はい、最後にですね、ネギを加えていきます。これで香りが出ますね。はい、で、一煮立ちさせて、ネギが柔らかくなったら、ごっこ汁。こんな感じで、完成です。イエイ。はい、ということでですね、ごっこ汁完成になりました。見た目はですね、すごく澄んだスープで、なんか、あら汁みたいな感じが出てますね。醤油も結構入ってるんですけども、あとで煮込みがね、そこまで煮てないです。はい、軽く20分とかぐらい、煮た感じなんですけれども、どうなんでしょうか。ちょっと食べてみたいと思います。まずスープの方から、これね、卵がね、いっぱい入ってるんですね。むしろ身より卵の方が多かったじゃねえかぐらいな感じなんで、ちょっとね、卵と一緒にスープを。卵はですね、こう、なんていうんですかね、これプチプチ感もありつつ、なんかこの、数の子のちょっと大きいバージョンみたいな感じの、あの食感がすごく楽しいですね。次はですね、ちょっと身の方、これちょっと気になりますね。身の方、食べてみて、
身めっちゃうまい。なんか、え、なんだろうこれ。なんか、めっちゃサクサクしてます。なんか魚にあるまじき食感。え、なんだこれ。今まで食べたこれ、なんだろうな。なんかすごくコラーゲンが入ってる感じがしますね。今多分僕骨のとこ食べたんですけど、全然噛み切れちゃいますねこれ。もう一口食べてみます。これ多分あの骨をぶつ切りにしたところ。うん。骨全く気にならない。これは美味しい。あと肝の部分が、肝も。あ、うん。肝めちゃめちゃうまいです。これはね、この5個の食感をぜひ楽しんでいただきたいなと思います。北海道で絶対5個買ってきてください。で、というか現地で食べてください。僕今回現地で食べれなかったんで、今度行った時に5個必ず食べたいと思います。ということで、バイバイ。